スポーツジャストワンをご覧いただき本当にありがとうございます。この動画の下に皆様の毎日をブラッシュアップしていただける素晴らしい朗報もありますので、どうぞ。紀平梨花2019国別対抗戦 SP、 このガッツポーズ連射が見たかったんだ。フィギュアスケート国別対抗戦2019年4月11日マリンメッセ福岡。今季成績上位6カ国地域で争われる大会が開幕し、女子ショートプログラム SP が行われた。紀平梨花16、関大 KFSC が冒頭の3回転アクセルを含む3本のジャンプを全て成功させ、世界歴代最高を更新する 83.97 点で SP1 位となった。18年全日本選手権女王の坂本花織19、シスメックスは 76.95 点で自己ベストを更新し3位に入った。2位は 80.54 点のエリザベータ・トゥクタミセはロシア。紀平は SP 月の光の冒頭トリプルアクセル3回転半ジャンプを流れるように着氷、出来栄え点で 2.86 点と大きな加点を得た。その後の3回転フリップ、3回転トーループの連続ジャンプ、後半の3回転ルッツと全て着氷し、演技後は何度もガッツポーズを作った。世界最高点を叩き出した、昨年12月の GP ファイナル以来、今季 SP でトリプルアクセルを加点のつく出来栄えで決めた試合はなかった。今季、最後、いい演技で締めくくりたいと話していた通り、シニアデビューを果たした激動のシーズンの最終戦で重ねてきた努力が実を結んだ。なお 83.97 点は以前の採点基準での最高記録であるアリーナ・ザギトワ、ロシアのピョンチャン五輪で記録した 82.92 点も上回っている。報道陣には点数は驚いた、80点出たらいいなと思っていて高すぎてびっくりしたと胸の内を明かした。演技は落ち着いてジャンプに集中できた。最後の最後に決めたいって思いが強かった。最後までどうすればノーミスの演技ができるか考えて行動できたのが良かったとも語っており、演技そのものは納得の内容だったようだ。3回転アクセルは一番いいアクセルだったと思う。決めた瞬間よしって気持ちと会心のジャンプとなった。演技後のガッツポーズについても、やったーっていう一言かな、嬉しかったですと率直な思いを込めたと振り返った。国別対抗戦は団体戦、順位ごとに1位に12点、2位に11点、12位に1点とポイントが与えられる。男子、女子、ペア、アイスダンスと2本の演技それぞれで順位ポイントを出し、その合計ポイントで競う。女子 SP では紀平が12点、坂本が10点を獲得した。みんなの声、紀平梨花さん、ここに来て今季最終戦の SP で会心の演技でした。本当に嬉しかったです。冒頭の 3A を着氷させてからものすごく楽しく滑っていました。華麗なオーラ全開で輝いていました。靴の調整が本番前の6分間練習後なんとか間に合ったとは薄氷を踏む思いだったですね。まだフリーが残っていますが、来季に向けても靴をしっかりと合わせる方法を確実なものとしていただきたいです。本当にこの人は 3A さえ成功すれば無敵だ。ああ、これがワールドで出ていたらな。でも苦しんで苦しんで最後に自分にリベンジできたね。おめでとう紀平梨花、圧巻の演技だったし笑顔も見れてよかったです。フリーも頑張ってほしい。来シーズンにつながる演技ができたのが本当に良かった。特にショートはミスが多かったので心配でした。点数よりもショートで失敗続きだったイメージを更新できたのが最大の収穫だと思う。あとはフリー160点を超える構成なので、ここまで来たら超えて240点以上を出してほしい。いいですね、この晴れやかな笑顔。大きな大会で気持ちよく実力を発揮できるのは日頃のたゆまぬ練習だ。
伸び伸びとスケートを楽しんで滑っている姿が素晴らしいと思います。高すぎではない。基礎点や 3A の加点の高さを考えると紀平さんが最高点が出るのは当たり前。他に目立った弱点はないし、滑りも表現もうまい。完璧な彼女を抜けるのはロシアのジュニア勢だけで、ザキトワ選手でも無理。多少国別は高い点が出ることで有名だが、それを抜きにしても完璧な紀平さんの演技が最高点になるのが競技として正しいとしか言いようがない。世界のエース、上手くて強くて可愛い。4回転の時代に入ると思うけど、それでも戦える。頑張って。最後までご覧いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いします。ムササビマークをクリックしてください。